こんにちは、じいちゃんです。3分ウォッチングご覧いただきましてありがとうございます。今日はアップルウォッチの電池持ちの件でね、ちょっとお話ししたいなと思います。と2つほどテストした結果、かなり好結果でしたのでご報告したいと思います。と表示コンプリケーションっていうアプリを表示することをアップルウォッチではコンプリケーションっていうみたいなんですけれども、ちょっとよくその辺わかりませんが、僕この8個表示するやつですね、アプリの内容を、それを使ってたんですけれども、それを全然表示しないやつなんか7専用って言ってたんですけれども、これにしました。でこれがなぜ電池の持ちに関係するかというと、スリープから目覚めた時ですよね、その時に8個のデータを読み込まなきゃいけないらしいんですよ。それで電池を食うということがあるらしくて、で1個もそのコンプリケーションを表示しない方が、スリープから目覚めた時に電池の食いが違うらしいんですよね。はい、それがまず一つ実験したのと、あともう一つは設定からですね、パッて持ち上げた時、自分の顔を見た時にスリープから目覚めるという、それの設定をなしにしました。スリープから目覚めさせるにはタッチするか、あとはこのクラウンを回すか、あとなんかボタンを押すとかね、そういうアクションをした時だけスリープから目覚めることにしました。例えば運転しててこれがこうなった時にスリープから目覚めちゃうとかね、なんかこうやった時に目覚めちゃうとか、そういうのをなくしたらですね、かなり飛躍的に持つようになりました。皆さんはどの一日どのくらいはめてます？じいちゃんはほぼ一日中はめてるんですね。お風呂入る時に充電して、その充電が終わったらはめて、もう寝る時もずっとしたまんまという感じで今使用してるんですけれども、それでも最近はもうつけてから次の日お風呂入るまで持つようになりました。極端に言えば24時間近くってことですよね。そんなに効果が出ましたので、今回はこれをお勧めしたいと思います。2つです。普段からコンプリケーションを表示を少なくするというのと、あと自動でスリープから目覚めない、この2点を試してみてください。かなり持つようになります。では今日はこの辺で。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この3分ウォッチングでは Apple Watch の便利な使い方やちょっとしたチップスを3分程度の簡単な動画にしてご紹介しています。ぜひチャンネル登録の上、一緒に Apple Watch を楽しみましょう。